ペーパーワンコとは1999年にイラストレーター、絵本作家の石川孝二が開発した紙でできた小さな犬。続いて石川はペーパーニャンコ、ペーパー動物も開発した。ペーパーニャンコ体長12センチメートルほどの大きさの犬で4から5個程度のパーツでできたペーパークラフトである。通常のペーパークラフトでは多くのパーツを組み上げて、 リアルさを追求したものが多いが、ペーパーワンコでは最小限の個数のパーツをシンプルに組み上げ、俳句のような簡潔で美しいアートを試行している。1999年、日経クリック誌に試作品が初めて掲載され、2002年、工作絵本、100匹の犬が飼える本として観光、本格的に世に出た。これまでに、ライオン、象、犬、猫、ウサギ。 キリン、馬、牛、リスなどが制作されている。石川浩二はペーパー動物を連れて世界中を旅して写真に撮るプロジェクトを展開中。ペーパーワンコ写真は朝日新聞の生活情報誌、暮らしの風詩の表紙として2004年から2006年に連載されるなど新感覚の写真として評価されている。またペーパーワンコを 等身大以上のサイズに大きく引き伸ばして作った巨大ペーパーワンコも古典や TV 番組等で発表されている。ペーパー動物をまとめた工作ブックの書籍化の計画も進行中。ありがとうございます。